はい、皆さんこんにちは。今日も言霊やっていこうかなと思います。はい、ということで今日はこちらの無限の塔29回をやっていこうかなと思うんですけど、正直このステージよくわかんない。よくわかんなかったです。いろいろステージ情報とかいろいろ把握するために結構周回して、周回っていうか、まあ回っていろいろ試してみたんですが、なんとなくはつかめたんだけど、実際それが正しいのかどうかっていうところまでは至らなかったので、曖昧な情報になってしまうかもしれないんですが、個人的に感じたことを伝えつつやっていこうかなと思います。はい、ということで使っていく編成はこちらですね。申し訳ないんですが、もう惜しみなく闇希望を使っていこうかなと。もうこれ以外わからなかったのでこれを使っていくっていうのと、上にも書いてあるんですが、このステージ1ターンで相手を倒しきらないと回復されて一生倒せないような状況になってしまうっていうのと、ただ15ターンだと思うんだけど、15ターン以内に倒さないと負け、一撃必殺みたいなのくらって負けてしまうので、15ターン以内に1ターンで HP を削りきらなきゃいけない。で、その HP 削りきるっていうのが最初のうちはかなり硬いので全然削りきれるどころの騒ぎじゃないんだけど、おそらくなんだけど、一定量のダメージを与えると相手にデバフ効果がかかってどんどん弱くなっていく、プラスシールドが貼られるっていうこともなくなるのかな、おそらくと思うので、上に睡眠弱体シールドって書いてあるんだけど、一定数のダメージを与えることが毎ターンできれば睡眠弱体のみで、希望闇リーダーだと弱体のみっていう形になるんじゃないかなと思います。なんでこの編成の戦い方としては、常に5文字以上の言葉を作っていって大きなダメージを与える。で、一番左側に、まあ、できれば闇属性を置きたいんだけど、まあ、そうじゃなくても結構ダメージ与えることできるので5文字をしっかり作っていくっていうのを狙ってやっていこうかなと思います。はい、ということでクエスト開始、やっていきましょう。いや、もうなんか今までと全く違うテイストのステージで、正直結構戸惑ってるんだけど、その一定数のダメージ、一定量のダメージもう正直そのどのぐらいが一定量なのかも分かってないし、あ、危ねえ、来ないかと思った。なんでそのダメージ量も把握してない状態でこれでどうだっていうことを毎回繰り返してるんだけど、うん、なんか面白いんだけど、なんかこんなにふわっとした状態でやってるのは初めてだから、うん、正直なんとも言えないような気持ちでやってますが、その一定量っていうのもどのぐらいか分かんないからな。ただ一定量のダメージ与えると、デバフ効果がかかってここにシールドが置かれるっていうことがないので、これで OK だね。とりあえずこれで OK で、こっからも続けて同じぐらいのダメージを与えていかなきゃいけないから、できれば闇属性をこうやって置いていきたいんだよな、一番左側に。で火力アップしてるからこの子にして、で、ウが来てくれると信じる。 OK。 さあこれでこの子も、ジョーカーもかなり活躍してくれる。で、7文字が弱点らしいんだけど、ちょっと作ったことないんでわからないんですが、何で作れるのかけど、まあ作らなくてもいけそうだったんで、うん、とりあえずちょっとそこは一旦スルーしてやってるんだけども、本当にふわっとしてる、申し訳ない。何なんだろうねこのステージ、今までとテイストが本当に違いすぎて、うん、なんかしっくりこないけど、 OKOK、 これでデバフかかった。これをほんと繰り返していくんだけど、15体以内倒さないといけないから、そこら辺どうなんだろうねっていうところなんですが、デバフがかかっていくかかっていくほど、防御力低くなってるからダメージも入れやすくなっていくと思うので、多分足りると思うんだけどね、闇属性じゃなくてもこのぐらいまで下がれば。わかんないけど、もうこれしかないし、これでいこう。これで足りなかったら結構ジエンド気味なんだよな。流行か、6文字ただ7文字じゃなきゃ弱点になんないらしいんで、7文字1回作ってみたいけど、なんかできそうだけどね。何があるんだろうそんな余裕がなかった、もう調べる。あんまり調べないようにしてるので、情報は自分でやっていきたいなと思ってるから、けどちょっと調べておけばよかったなと後悔してるけど、足りると信じてるんだけどな。前回いけそうだったし、あ、いけたいけた、 OKOKOK、 こうやってデバフがかかっていけば、うん、水属性の一番左でもいけたから、これをほんとひたすら繰り返していくといった感じです。で、
とりあえず C 打つか。でどうしよう、回復、まあ一回回復しなくて、回復ねいらないかもしれない。うん、回復なくてもいいのかもってちょっと思ってるけどまあなんかこれでいけそうだったから、とりあえずこれで超高級で30回がほんとやばいらしいっていう情報を、まあ、ちょいちょい見てるんで、とりあえず29回をクリアして30回をどういうものか1回見てみたいなと思ってるんだけど、勝てるかな、すごい不安でしょうがない。ほんとどんどん難しくなってくよな。さあでもこれでもう半分はいったか、でも3分の1以上は削れてるんで、5分の2ぐらい削れてんのかから、そろそろでもないが、いけそうな雰囲気が出てきたよね。強策で死は取っておきたい。作金ってどうせないし、策で回復しとくか。この左側の強策だけ足りるのかっていうところではあるんだけど、おそらく足りるはず。で15ターン以内っていう制限がなかったらね、なかったら希望じゃなくてもみたいな感じがするのかもしれないけど、希望闇15ターンっていう制限があると、もうほんとこの闇希望が、まあ、必須とは言わないけど、ほんとなんか近道ではあるよな。からこの課金でしか手に入る、課金っていうか有料ガチャでしか手に入らない子が必要不可欠っぽい雰囲気出てるっていうのは正直どうかなとか思ったりもするけど、はい、もうちょっとね、もうちょっと無課金だけでも強交換できたまあ無課金だけだとさすがにイージーゲームになっちゃうし、みんなガチャ引かなくなるからあれだけど、まあなんか塩梅は欲しいよな、いい塩梅のクエストは。まあでもこれもしっかり頑張ればもしかしたらいけるのかもしれない気もしなくもないけどね。おお、いいダメージ入る。さあ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 、そろそろとどめが刺せるんじゃないか。お、むしろいっちゃう、これで7文字だもんね。強交換か、なるほど、強交換を覚えておくといいかもしれない超雑。さあ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 、あー咲く、これでもそろそろいける気がするんだけどな。一回この子キープするか、一回こっちで様子見て皮取っておいて、これでいこう。で次ターン勝負だな、いけるんじゃないね、これでちょっとこけたらちょっと悲しすぎるけど、まあ、本当だから闇希望すごいさ、なんかいい引きで40連ぐらいで当てちゃったんだよね。からもう本当運が良かったなって思う。いろんなところで活躍してくれるよなこの子、闇希望本当運良かったなって。いつもは欲しい時に何も手に入らないんだけど、今回だけはもう自分のガチャ運に感謝している。さあここで勝負に行くか、あ行かなくてよかったかな、作感ってないかもしれないまあいいや、よいしょ、はい、どうだこれで小作。さあこれで足りないかな、ちょっとタイミング違ったかもな、足りなかったかも。おいいダメージ入るんだが、ちょっとタイミング違った、しまった。やっぱさっきの6文字7文字なんだったっけ、あの文字並びの時にやりたいな。強なんとかなんとか、強交換、ちょ忘れちゃったなマジで、何やってんだ。あーとりあえずこう、こう、お強交換、さっき強交換だっけ本当にわかんない、もう速攻忘れた。あ強交換だね、あこれいけるんじゃない。さあどうだこれで、前回試した時は7文字じゃなくてもなんか倒せそうな雰囲気あったんだけど、ちょっと7文字じゃないと倒せないのかなっていうような今は雰囲気出てるね。ただこれでどうだ、うお63万、もう見たことないダメージ出るんだけど、22万、あいけそうだね、 OKOK、ってことで20万ダメージ勝っていく、ナイス。
いやまあただなんか闇希望ありきなんだよな。はい、ということで今回は無限の塔29階を攻略してみたんですが、最初にも言ったんですが本当申し訳ないんですが闇希望ありきの編成になってしまっていて、プラスしかもしっかりとちゃんと把握できてないんですけど、まあでも今やってみた感覚も合わせて最初の方に言ったことをまとめると、このステージは一つ目のポイントとしては毎ターン一定量のダメージを与え続けないとシールド貼られるプラスデバフ効果がかからないっていうような状況に陥ってしまうので、毎ターンしっかりといいダメージ、そのいいダメージイコールいくつ以上なのか分かんないんだけどを出す必要がある。で2点目が、7文字が弱点ってところだね。でこの編成だと強行感が作れたので、まあ、強行感を狙っていってとどめを刺しやすいのかなって気がしました。これ今撮影する前にやった時、倒せそうだった時は7文字作らずにも倒せそうだったので、7文字なしでもいけるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、今やってみた感じだと7文字作らないといけなさそうだったので、まあこの編成の場合強行感を覚えておくといいんじゃないかなと、あと回復はいらないかもしれないですっていった感じかな。なんで最初のうちはデバフ効果かかってないから闇属性を一番左側に置いて殴っていくっていう必要があるんじゃないかなって気がするけど、まあ、後半はデバフ効果かかってかなり防御力下がってるので別に闇属性を一番左に置かなくても今回の場合とディヴァイとかでもいけたので、キユウでもいけたので、まあ、そういったキャラクターでもいいんじゃないかなと。でとどめを強行感で刺していくっていうのがこの編成の流れになるんじゃないかなと思います。はい、ということでもうほんとふわふわっとした状態の動画になってしまって申し訳ないんですが、同じようなキャラクター持ってる方とかいたらよかったら試してみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。バイバーイ。